平山誠は、日本のアナウンサー、映画評論家。TBS アナウンサー第7期生。日本映画ペンクラブ会員。東京府出身。早稲田大学第一政経学部卒業後、1961年4月に、TBS へ、アナウンサー第7期生として入社。主に芸能、ニュース、スポーツ番組を担当した。深夜ラジオワイド番組。 パックインミュージックでは、秘密結社、TBS シネクラブ視野長として、映画情報コーナーを担当。一方で、映画雑誌、ロードショーなどで、映画表を発表するほか、毎日映画コンクールの司会と選考委員を25年以上に、渡り担当。その間、報道局ニュース部ニュース取材部、ラジオニュース部兼アナウンサー研修室付テレビ本部、 報道局ラジオニュース部ラジオ本部アナウンス室、ラジオ本部アナウンス室兼、第二制作局スポーツ部編成局、番組宣伝部事業総局ライブラリー局資料部に、それぞれ配属された。1995年12月に定年、TBS 退社後はフリーアナウンサーとなる。生島博市のおはよう一直線の映画コーナーのほか 映画をテーマとしたラジオ番組に出演している。映画試写場のコレクターであり、50年で1万5000枚集めたことを明かしている。また、TBS 在職当時の社報には、試写会招待状の配布を独占する秘密結社、シネクラブの社長と書かれたことがある。いずれも TBS ラジオの番組。この他、FM 局の番組にも出演経験がある。ありがとうございます。